イルミナス。ではなくナスの地。何の陣ですか。令和落語、ナスの陣。ナスの陣、怒られませんか。何ですか。怒られないです、大丈夫ですか。怒られませんよ。今、最近まで やってたじゃないですか。そうですね、夏の陣をちょっとやらせていただきまして、大成功で。一個いいですか。はい。なんか今日、揺れてませんなんか、そのオプションついてませんか。なんでその、すごいオプションがついたから、あのこう動くようになりましてですね、あのすっごいこんなことできる誰も求めてないですから誰も求めてない。おーい、大きくしてください。大きくして、はい、大きくしてください。ストップストップストップ。はいはいはい、これができる。え、ちっちゃくなるバッチリでございます。新しい機能ついたから使いたがるおじさんみたいなことしないでください。ありがとうございます。変わらずですね。ありがとうございます。ファンの方喜んでました、このナス好きだと。私全然ハマってないんですけど。いや、ハマってくださいよ。ファンの方におすすめしてますよ。あとね、なんかあのこのイルミナス代表から LINE が来まして、この新潟は結構ナスを結構ちゃんと育ててるんですよ、うん、結構ナス多いんですよ。え、本当ですか。ナスのなんか生産結構いいんです。本当ですか。新潟、それは存じてなかったです、うん、だから取りに行きましょう、本当に誰得ですか何のコーナーですか、これ。ナス得でございます。はい、じゃあ今日のお題お願いします。はい、押すんで。はい、押すんで。次回はい、お願いします。さあ、というわけでですね、令和落語、まあ、西村さんも出てると思うんですけども、はいはい、このイルミナスオリジナルの現代落語シリーズ令和落語、いろいろありますよね。水郷落語から始まって。そうなんですよ。ソムリエ落語とかもありましたよね。ありました。で、水郷も出てもらいましたし、ソムリエも出てもらいましたし。ソムリエは出てないです。あ、ソムリエは佐藤海里っていう一度後輩が出ました。あ、そうなんです。そうなんです。え、ソムリエって1回だけですか。ソムリエは確か1回だけですよね。そうですね。佐藤海里ちゃんを紹介してくれたのも西村先生。いやいや、うちのマネージャー全然そんな権限ないですよ。あ、そうですか。はい。あ、でね、この令和落語に西村さん出てもらってると、はい、いうことで、はい、ちょっとあの、はい、夏の陣終わってそのディレイ配信も始まるということで、そうだ、うん、そうですね、ちょっとあの令和落語の良さをちょっと語っていこうかなと思っちゃいました。ほう、その回でございますね。そうなんです。ということで、もう本題入るまで長いんですよ本当に夏みたいに。はい、お願いします。はい、はい、お願いしますさあ、というわけで第1回の今日はですね、はい、令和落語初陣をちょっと振り返ってみたいと思います。おー、初陣。はい、初陣っていつでしたっけ。ちょっとね、手元に資料があるんですけども、はい、2021年の12月18、19日立候補ホールで行われた。最近半年前ぐらいですね。そうです。あ、そうなんだ。メンバーが生田テルさん、大滝沙織さん、AKB 北川さんです。お、AKB 佐々木ゆかりさん、お、ソーダサリタさん、お、野本ホタルさん、お、このメンバーでやったのね。うん、ほぼほぼ共演したことある方でびっくりしました。マジっすか。あれ、北沢さんはね、あれ、なんだっけ、純潔で。あ、そうです、そうです。大滝沙織ちゃんも純潔の女王で共演させていただいて、野本さん、長野の落語の時にいらっしゃいましたよね。そうだ、長野の落語でもやった、一緒にやりましたよね。あ、ゼロ号やりました、やりましたね、やったみたいな。そうだ、そう。ということで、このメンバーにちょっと令和落語の初陣をやってもらったんですけども、ちょっとね、私のね、このシーンを見てもらえばベストバウト、あ、それを今日紹介していく感じですか。そうなんです、ベスト落語をちょっと見ていただきたいと思います。ナスチョイスで。ナスチョイス。なるほど、わかりました。ちなみに落語ってどうですか、他のお芝居と何が違いますか。え、なんかね、やりたい、ありがとうございますっていう人と、見たとやりたくありますさよならっていう人と、2パターンあるんですけどどうですか、西村先生の場合は。いや、大変だけど、でもそのやってみたら結局勉強になって、やってよかったって思ってることが多いので、そのエンジン入るまでに時間かかります。なるほどな落語やらなければ。でも結構頭からセリフを覚えるパターンの人多いですよね。もう稽古の最初から覚えるようにしてます。それすごいですよね。いや、そうしないとできないというか、他の役者の方って本読みの段階で上手じゃないですか、うん、私本読みの段階とか本当音読でしかないので、うん、同じ土俵に立てないので。あ、そうなんですよ。そうかな、演技上手いことだと思うんですよね。いやいやいや、
なのでもうあの NGT のメンバー結構出させていただいてますけれども、うん、必ず結構2回目ぐらいの段階でセリフ覚えてきて私結構言っちゃいます。そうだからね NGT のメンバーみんな覚えてるんですよ。あ、そうなんですか。頭からいい子たちいい子たちみんなに絶対あの私たち絶対そんな上手いわけないんだからせめてセリフだけでも早く覚えてこようってなるほどね西村イズムはねでも無理やり夏も無理やりなんですけれども無理やりイズムいいです何でも合わせてこなくていいからちょっとねじゃあねまず一人落語のね、まあ、もうみんな素晴らしかったんですけどいや皆さんすごいお上手な方だって絶対そうなんです、うん、この中でもね僕たち印象に残ってる一人をちょっとやりたいと思います。はい、あの大滝沙織さんのカクカクシカジカ結構彼女お酒好きですよ。あ、そうなんそうなんそうあのレモンのやつそうなんあれ言ってませんでしたっけ落語であ言ってたかなレモンどう好きってあ、言ってたかでもね忘れましたね。あのそのねなぜ覚えてないかっていうとね枕が大量にあって枕っていうかその落語の本題に入る前のフリートークのファンが彼女めちゃめちゃ多くて、うん、ああもうそこで時間食っちゃうんですね。そうなんです。なるほど。で、ね、その何を話そうかっていう会議から始まるんでそのねその枕が長いところをちょっと見ていただきたいなと思います。はい、はい、じゃあちょっと大滝沙織さんの枕が長いシーンをご覧ください。私自身落語自体はですね3回目の出演になるんですけど、いい顔してるな。1回目2回目順調ですね。別に今別に長くもなく出演させてもらって見てねびっくりですよ。広いじゃないですかここ。立公会ホール立公会でやると珍しいですよね。でっか本当に。なんかああこれは長いわ。長くなる人だ。なんか私あのそれこそさきちゃん、さきのさきちゃんと、うん、ここ立公会ホールで2年前ぐらいに純潔の上という舞台であのご一緒してそれがここで初めて座ったんですけど、もちろんね舞台の時はここに大きいセットが立って、まあ、音があってボン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 、まあ、マイクも使って堂々としてるね。うん、堂々と長く喋ってます。何のためらいもなく。2年ぶりにここに来てみたらここに一人で座っていてみたいな。あのここねお客さんわかんないと思うんですけどこの裏すっごい広くて私ここ一人で本当に大丈夫かなと思ってずっと心配してたんです。で話すね稽古の時から話すね。そうででもさっきも裏でもちょっとあやばいかなみたいなちょっと待ってたんです。まあやばかったら吐けるんで大丈夫なんですけど。あそうちゃんと面白いですね。ちゃんと面白いんだ。本当するとね何喋っていいか分かんなくて今もちょっと適当なことを話に関係ないんですよ。ごめんなさいね本当に関係ないことを喋ってるんですけど皆さんさっきトイレ行きました。いやもういいよ。もういいよ。全然違う話してるじゃん。立候補のトイレの話始まりました。初めてここに来た時にトイレ綺麗だなと思って私あの女性なんで分かると思う。普通だったらそろそろ問題入ってますね。いやもう入ってますよ、うん、男性のトイレも綺麗なのかな多分。あ綺麗なんか作りが美術館みたいな。カクカクシカジカも結構エネルギー使う落語だから大丈夫なんですか。めっちゃ喋るじゃないですか。書いてるからちょっと先は言えないですけど。でも男性トイレも綺麗なんで良かったです、うん、ちょっと一緒にこの綺麗さを共有してちょっと皆さんも行きたくなったら何の話。いやホールのねまだあるんだ。だいぶ綺麗でサオリーすごい喋るじゃん。できるとは思ってなかったからなんかね、調べたんですよ。そしたら、この立公会ホールって、意外と落語家さんが、有名な落語家さんがね、分かった、分かった。サオリ、分かったよ。いいところで、一人でこんなやらせてもらえて、
嬉しいです私は。はい、行こう今日もね、皆さんの温かい、マスク越しではありますけども、温かい反応をちょっとこう十分に受けて、長いな、面白いところはもうすでにね、たくさん笑っていただいてるんですけど、長いな、もう行きます、もう行きますか、ぜひ最後までよろしくお願いします。ほら少々お時間をいただきます。入りましたね。カクカクシカジカという言葉、まあ、皆さんどんな意味かご存知ですか。ここにもありますね。だいぶお客さん温まりましたね。今ですね話の内容を省略するためその代用として使う言葉、それがカクカクシカジカ。ここからね、もう本編入るんですよ、本当は、ね、話が長いとき、え、まだあるんですか。かいつまんで言えば、え、ここからもさーっとその花と陽子の話に入ってくるんですけど、はいはいはい、カクカクシカジカ、カクカクシカジカありましてってな感じで、やりましたもん私これ。まあ話の長い人、私のことですねもうね、この時点で何分喋ってるんだろう、だいぶ喋ってます。先ほども言ったんですけど、3度目の落語ということで、作家さんがね、私が本番ここに立つと時間が薄っていうのを分かってらっしゃってこれもう本当に大体の方はね、この枕、落語で言われると枕という時間で、まあ、こういうこと話して話に入ろうみたいな考えて出てくるんですけど、私の場合はもう出てきてパッと見てお客さん見て喋っちゃうから、もう本当に止まらなくて話が、だから今現在この話、台本がもう2ページぐらいカットしてもらってます。そうなんですか。全部1ページごとバンバンなくして、カットできるんですか、カクカクシカジカって。頭の部分をね、もう好きなこと喋り放題なんですけど、もうね、皆さん今日めちゃくちゃ寒くないですか。ねえ、びっくりしちゃったんですよ。寒いですよね。なんかちょっと遠くから来た方もいると思うんですけど、名古屋の方で雪が降ってたりとか。もういいですかね。もういいよ。もういいですかね。もういいです。もうカットカット。もういいですか。なんだと思って。まあ、こんな感じで本編入って、まだまだまだ続きますよ。長いよ。もう一発。イルミナス。まあでもカクカクシカジカって一発目じゃないですか。はいはい、演目の。だからまあある意味お客さんも温まるし、お客さんの様子を知ることができるからまあいいかも。よくはないですけど、確かにね。でも今の笑い声聞いて、あ、今日のお客さんあったかいなとかね。そうそうそう、あと、まあ、自分のエンジンもかけながらなんでしょうけど、うんうん、めちゃめちゃ長くて、稽古の時もね、このぐらいの尺ずっとこっちこっちなんですか。いいいいですよごめんね、はい、必要なくなったら、このモニターモニターつちゃう、モニターつちゃったよもう設定めちゃくちゃまあとにかくね、ここもただその枕も楽しんでほしいなと思います。西村さんも結構なんだろう、ファンの心とか見に来た人の心をぐっとつかむこの枕を結構おしゃべりになってるかなと思います。本当ですか。言われたことないですけど結構見てます、このお客さんの顔とか枕。あ、見てるし、そのやっぱMGT のメンバーと一緒に出ることが多いので、だいたい知ってるお客様が多いので、あ、こういう結構、あ、自分のファンの方とか NGT のファンの方が多いなった時は NGT のネタを話すようにとかするようにしてますね。でもそれをやりすぎて一回他の役者のファンの方の気持ちを結構置いてけぼりちゃったことがあって、それを反省したんですけれども。芸人じゃないですか。なんでですか。あ、そう、ダメだな。やっぱそうなんです、笑ってくれてはいるけど、あ、寂しい思いをさせてしまった方もいるんだなって思うと、あ、その塩梅は難しいですけど、平等にね、こう笑えるような話を枕でしないといけないっていうのもなかなか、だからその点に関して言うと、もう大滝さんすごいなと。いや、誰でも笑えますもんね。あのトイレ長い長い長い今回はトイレの話長いですけど、はい。さあ、というわけでですね、令和落語、これ二人落語もございまして、はいはい、ここにやりましたよね、西村さん、たくさんね。この中でね、この類人でちょっと僕が注目したのが、生田てるさんと佐々木ゆかりさんの月が綺麗ですねという作品で、これ生田さんっていうのはイケメンじゃないですか。じゃあ、お会いしたことない。あ、ないですか。もうね、なんていうんだろうな、ザ男前の、あ、そうなんですね、女性に対して、で、佐々木ゆかりさんはこう可愛らしい女の子、うん、優しくて、そう、このね、夫婦の役がね、すごい良かったんです。もうなんかいろんな作品やりすぎて、もう題名見たら分かんないです、何の作品か正直
月が綺麗です。なんでどういう話ですか。おじいちゃんおばあちゃんの話です。ああ最後から倒れちゃうんですか。そう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 。やりますやりました。やったでしょ。やりました。そのなんかおじいちゃんとおばあちゃんのね、若い子のシーンとかすごいね、なんかね。声の変化とかも大変ですよね。いいんですよ。ちょっとラブラブな感じがあるんで、それもちょっと見ていただきたい。仕草がおじいちゃんみたい。おい、戻ってくる。ゆっくり戻ってくる。だから橋がないんだって。え？天の橋だって。え？なんだって。え？なんだって。え？絶対に男役やってない。あぐらかきを書いてますね、うん、みんな正座してるところをもう座布団を自由にやっちゃうっていうね。袴履いてるから、うん、もう男に見えますよね、うん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 、男性に見える。ね、さっきと全然違いますね。シュー、早速何だろうさ、まあ、早速すごい難しいですよね。ごめんなさい。まあ、2人で食べるんだったら何でもは良くないでしょ。ちゃんと決めましょう。なんかね、本当にカップルみたいな感じですよね。佐々木さんのこう、優しい雰囲気もいいですよね、女性らしくて。またこの演じる、ね、相手によって変わってきますから、うん、
これもちょっとあの次の夏の陣の綺麗配信ぜひ見ていただきたいなと思う。月が綺麗ですもやってますよ。やってますね。あのマシモカホちゃんやってますよね。そうそうそう、やってました、やってました。マシモ、あの NCT のマシね、マシモカホちゃんもね、またおばあちゃんの、もうそうなんですよ、もう大好き、もう大好きになりました、あれ見て登場、ちょっとから大爆笑をかっさらって、ね、そうなんですよ、もう登場フォルムがいいんですよね、そう本当に顔もちゃんとおばあちゃんになってるんでね最高でした。ぜひ見ていただきたいと思います、うん、さあ、クラブという偉人を振り返っていただきました。はい、いかがでしたか。いや、本当やる、演じる方によってこんなにも違いますし、全部作品やったことあって、私頑張ったなって思いました。あ、そうですか。このウイジン？え、この地獄椅子って何ですか？地獄梯子。地獄梯子。いざ。え、そうですよね。あ、やったことある。あるあるある。カクカクもある。あります。手のなるもある。はい。私の話なんです。私の話なんですか？私の話はね、新作が。あ、じゃあ。それはない。でもほぼやってる。やってます。ロゴもやりました。いや、すごい。ピーヒャラもやってるしね。ああ、ピーヒャルやった。もうすごいわ。すべてやってるぞ。なんかね、うちのお偉いさん曰く DVD を出すか出さないか考えてると思うので、もしかしたら西村さんのピーヒャルが。なんで限定なんですか。なんでピンポイントでピーヒャルなんですか。どこかで見れるかもしれない。でそのピーヒャラピックアップしなくていいんですよ。そんなんいいですよ。ちょっとね、令和落語、ぜひディレイ配信、夏の陣のディレイ配信が、そろそろ始まるのか、始まってるのか、まだ分かりませんので、ちょっと情報を、はい、ぜひぜひ皆さん、ね、検索してみてください。というわけで、はい、あ、終わりですか、ね、あ、そうなんだ。次回は、はいはい、春の陣を振り返ろうと思います。お、春の陣っていきなり。2022年の2月の頭から12日ぐらいですね。これ西村さんも出ておりますので、もしかしたら出た出た西村さんの映像も見れるかもしれません。選ばれてるかもしれません。選ばれてるかもしれません。やった、楽しみにしてよ。ぜひお楽しみにしててください。はい、令和落語ナスの陣の初陣、ありがとうございました。ありがとうございました。聞いたことないナスの陣ナス上野さんは落語4本覚えてますか。ひどいですよ、すごいひどい。あれ誰が考えた、誰が考えた。あれはもううちの代表の小宮山さん。小宮山さん。あれ最低ですよ、本当に。あれはないわ。小宮山さんよく間違え